アンドレイ・ウラージミロビチ・コズイレフは、ソビエト連邦及び、ロシアの外交官、政治家、エリチン政権で外務大臣を務めた。1951年3月27日父親の勤務地であった、ベルギーの首都ブリュッセルで生まれる。1968年から1年間、モスクワの機械製造工場、コムナールに就職し、機械工として働く。 1974年モスクワ国際関係大学を卒業する。同年ソ連外務省に入省する。ソ連外務省では本省の国際機関局に勤務。1990年国際機関局長。英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語に堪能である。その一方で在外交換における勤務の経験はないこの間1971年に ソ連共産党に入党した。ロシア連邦共和国の実権を握ったエリツィンによって、1990年10月に、ロシア外省に任命される。コズイレフは、1991年12月のロシア、ウクライナ、ベラルーシの3首脳による、ベロベージの森の陰謀に、エリツィン、ゲンナジー、ブルブリス、セルゲイシャフライラと、ロシア代表団の一人として参加し、 ソ連を崩壊に導いた。1992年3月に、東京で、渡辺道夫外相との外相会談を行い、北方領土問題において、ハボマイ、シコタンを引き渡す交渉とくなしり、エトロフの地位に関する交渉を同時並行で行った、上で平和条約を締結することを含めた、秘密提案を行っている。コズイレフの外交路線は、急進改革派と気を位にして、 親西欧路線を基本として、ロシアのナトー加盟を目指した。後に、エフゲニー・プリマコフが外相になった際にはこの路線は修正されることになる。1993年12月の下院国家会議選挙に、ロシアの選択の推薦を受けて、ムルマンスク選挙区から立候補し当選した。その後、議会では、院内会派、ロシアの選択に、当初所属していたが、 1994年12月に同会派から離脱し、以後無所属。会員では国際問題委員会に所属。1995年12月会議員に再選される。会員議員当選に伴い、1996年1月外相を解任される。会員予算、税金、銀行、財政委員会に所属。2000年アメリカの製薬会社、 イくん製薬に就職した。ありがとうございます。